渡辺ボクシングジムは東京都品川区西五丹田に所在するボクシングジムである。1981年7月に設立。会長は渡辺人氏。株式会社渡辺プロモーションが運営。会長である渡辺人氏は高校時代に新日本宇都宮ジムに通い、卒業後は国鉄職員として勤務の傍らプロを目指し、5度目のテストで合格。 1969年にプロデビュー。最高位は日本ミドル級3位。引退後の1975年に地元栃木県今市市で今市ジムを開設したが、練習生が集まらず、東京への転勤を機に国鉄を退職するとともに、1981年7月に東京でジムを開設。これが現在の渡辺ジムである。 1988年に日本ウェルター級王座を獲得した吉野博之を皮切りに東洋太平洋チャンピオンや日本チャンピオンを複数輩出しており現在も多くの文化生を育てている世界挑戦は1991年5月19日に平野君夫が WBC 世界ストロー級の絶対王者リカルドロペスに挑戦したのが最初以来ジムからの世界王座挑戦は 失敗が続いた。しかし、2008年に JBC が女子を解禁すると、江波タ横を初の公式戦として世界王座に挑戦させ、その後、戸カ直美が公認初の女子かつジム初の世界チャンピオンとなった。そして2010年には、内山隆志がジムとしては6度目の挑戦で、初めて男子世界チャンピオンとなった。これにより、男女世界チャンピオンを生んだ。 日本初のジムとなる。2016年に古川夢の歌がジム二人目の女子世界チャンピオンとなり、フューチュールに次いで国内二例目、東日本では初の複数女子世界チャンピオンを輩出した。2020年8月現在、男子世界王者は競泳、定権、米倉に次いで角蛇宝石と並ぶ国内4位体となる4人、女子世界王者は、 フュチュールと並び国内最多体となる4人、排出している。2002年1月からの一時期、当時のジム1階を借りていた中華料理宅配のチャイナクイックが冠スポンサーとなり、チャイナクイック渡辺ボクシングジムという名称としていた。かつては、米倉ジムと共に、極東プロモーションを窓口とするテレビ朝日、エキサイトボクシングで、自主興業を積極的に打っていたが、 2000年代、前半の同番組打ち切りに伴い日テレ系、ダイナミックグローブで打つようになった。一方で、スカイエースポーツとのタイアップで、チャレンジスピリットシリーズを主催している。なお、世界タイトルマッチは、テレビ東京系、ボクシングスペシャルで放送されることが多かったが2017年、大晦日は、TBS 系、極限内で放送されて、これ以降は、 ガッツファイティングで放送されている。また2018年からは競泳に変わり、ガッツファイティングを主催している。五反田駅プラットフォームから見たジム JR 山手線、五反田駅に近接して立つビルの一つに入居している。2014年に移転する以前も五反田駅の線路際にあった。は、現役選手地域王者その他地域王者その他、渡辺ジム OB が立ち上げた、ボクシングジムを、 渡辺ファミリーと称し、2009年より渡辺ファミリー名義の工業を不定期で開催している。現在は元渡辺事務マネージャーが立ち上げた弾丸との合同工業として開いている。ありがとうございます。